初めましての方は初めまして、そうでない方はこんにちは、こたつです。武蔵伝やっていきましょう。保存しとこう。あお、いやー前回、お毒こいつのせいか、毒になるのお前のせいやったんか。お前なんか嫌いだ、お前なんか嫌いだっていねえ。おスキーミントよみがえるし、はい、メモリー残しておきます。ではですね、ボス戦かなと思うのでボス戦に行きたいと思います。多分ガーディアンかな。火のガーディアンとこ、火の薪のとこは出てないですもんね。どんなボスなのか。さあ、カチンコチンに凍っちまってるぜ。このままじゃとても開けるの。ああ、なるほど、これで溶かせばいいんだね。オッケー。なんだ、穴が3つ開いてるけど、もしかしてここで集めたレッドアイ、ブルーアイ、グリーンアイを全部はめれば。いや、きくそ気味にいや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 、お、開きました。さあ、どこだい、ここは。お、なんかあるかな、この先。この下は特に何も見えねえ、見えねえ。あ、あった、なんかあった。黒い布切れをゲット。通称駅舎ゴーグルで鑑定。なんと黒い切れはトポの価値だった。鑑定屋で買い取ってもらう。トポってあれだね、あのネジじゃない、ネズミのやつだよね。ほう、ネズミのやつですか。ってことは高く売れるかな。いや、ちょっとね、ふんどし売ったんですけど10ほどでしたね。え、さすがにふんどしはね。さあ、長いですね。階段長いね。この螺旋階段というか、なんていうか、回転階段長いね。こっちか。お、あった。だから、あ、ここでできたのね。じゃあここでもう一回やってこう。思い出を残してお。でこれ、あ、火を灯すのね。はい、あ、ついたついた。なるほど、ジャンプしないといけない。オッケー。お、なんだなんだ、おお、壁が、天井がって言ったらいいの。なんだこれは。え無言で落ちてったね。あー、溶けるのかな。溶けるんだ。 OK。 BGM かっこいいね。あ、降りるね。おおおおお、ガーディアンなのこれ。ドラゴンだね。あ、一応ガーディアンなんだ。フロストドラグーン。あー、どうなるの。で凍ったし、え、どうやって攻撃するのこれ。終わりませんね。どうしたらいいんでしょうね。それとも向かってくるまで待っといた方がいいのかな。さあ来い。あ、当たる。ちょっと当たったね。でも怖いなあれ。なるほど。なになに、こっちこっち行けって。おー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 おお、ビビるからいて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 、危ない危ない、早く早く、危ない危ない、ちょっとこうせかされるのやだやだやだ、怖い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 、マジ怖い。ガン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 、危ない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 、やめてやめて、怖いしない怖いし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 、危ない、あーいていていて、いやーオッケーで、どうすんのどうすんの、いて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 、あーこわ、疲れてるやん。ダメだ。あ、痛い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 。ああ。おーしゃー。今回は多分やられ、痛い。やられずにって言おうとした矢先に、あ、ちょっと待って、ああ当たらなかった。こっちから来る？そっち？ビーあが疲れてる。痛い痛い、こっちからやばい、死ぬ死ぬ、あぶねえ、どっちから、こっちから、あぶねえ、さあどっちどっちどっち、そっち、オッケー。オッケー、あと一発いて、これよけねえね、なんかちょっとやばいな、回復があと1個か。さあ俺の回復が持つか、本当のあんたのHP が持つか。はい、見て、はいはいはい、さあどっち、そっちか、Allez. Hi. Hey. Hey. さあどっち？そっちね。はい。ああ、嘘。まさかでででででこっちね。はい、楽勝だね。次でもう決まったもようなもんだぜ。やべ、早すぎだ、早すぎだ。おっしゃ、おっしゃ、いてっ、うそーん。オッケー。さあゲットだぜ。あと風、雷は雷がないのか。なんだっけ、あの武蔵はフロストラグーンのコアをゲット。火の紋章の封印が解かれたようだ。武蔵のリミットレベル解除。 BB 最大値が 25% アップ、25アップ。はーい、なるほどね。こうやって戻るんでね。いやー、クリアしました。今回はね、ゲームオーバーならずに来ましたね。で、出ればいいの？帰ればいいのかな。帰ればいいのかな。さてと、村に戻るかな。お、ルコアール帝国、なんか飛んでる。お前たち二人には失望したぞ。まさかあの時のことを忘れたわけでもあるまい。勘弁しておくんなはれ。次こそはボッカ様の期待を裏切るような真似はしませんよってに。その通りでごわす。軍に捨てられた我々を拾ってくださった恩、忘れたくても忘れられないでごわす。忘れたくても。いや、それは忘れろと銃を突きつけられても忘れられないっちゅうことでして。なあベン。そうでごわす。忘れられるもんなら忘れたいというか、なんというか。ああ、もうよい。今ブランディとリキュールがあのチビの捜索に当たっている。まああのスチャラカ姉妹なら放っておいても問題なかろう。こっちはトポの状況次第で作戦を変更することになるだろう。それに備えて準備を整えておけ。名誉挽回のチャンスでんな。目いっぱい頑張りますぜ。リーダーの意地見せたります。おいどんも張り切っていくでごわす。今こそリーダーの力を見せつける時でごわす。廃校に救うもの。お、村長何かあったのか。それがわし非常に困ったことがなってるんだよ。またかよ、今度は一体何なんだ。でも詳しくは店のみんなに聞いてみるといい。昔から話すと長くなりそうなんだ。それじゃあ、いやみんなに聞いてる方が長くね。店のみんなね、了解。まあとりあえずちょっとセーブしとこうかな。よいしょ。ちょっと折れない。よいしょと。こんにちは。いらっしゃい。ゆっくりしていきな。一応この人も店の人かな。話してみよう。はあ、あ、そっか。そっかそっか。そうだね、姫さん放置されたまんまだったね。じゃあ、フィギュア屋さんも聞いたらいいのかな。じゃあ、いらっしゃいませ。お話聞かせてください。あら。姫様に持ってかれてばっかだね、みんな。マジか。ごめんね、なんか姫さん連れて帰ったばっかりにみんないらっしゃい。特売日だって。なんてこった。こんなもんかな。あとパン屋さん？パン屋さんか。パン屋さんと鑑定屋か。こんにちは。いらっしゃい。今日は何？ほう。パンはいいです、腐るんで。はい、鑑定屋はどうかな。鑑定屋だってお金逆に払ってるからね、損してると思うんだよね。いや、なんか言うかね。あら、売り上げもあるんだ、一応。売ります。あれ、トッポのハンカチ。お、高く売れるね。トッポじゃないですね、トッポですね。じゃあこれで一応店全部行ったから、お城に行けばいいのかな。お、じゃあ面会しておじいちゃんとこに会えばいいのかな。イゲジ、盗賊のやつラジとはいなかったぜ。大武蔵殿の盗賊郎ではないのですじゃ。なんだ姫のことか。なんと私の心が読めるのですか。姫様行方などやれ。広重力を探しまったんです。じゃあ昨日の夜一緒に食事をしていた時に元気だったんですが、じゃあ村で元気だったみたいだぜ。なんですとは。村で村様を見かけたを村様じゃない。村で姫様を。なんでも村中の店から城の修繕に使うとか金を巻き上げていったって話だ。まあ俺らが直接見たわけじゃねえけどな。かといって村のみんなが嘘を言ってるとは思えねえしさ。これは一刻も早く店も見つけたし、潔白を証明せばなりませんでしや。ほう。わかりましたですじや。あ、そういえば武蔵殿。ようやく城のつなぐの。おお。ちょうどいいや、早速乗せてもらうぜ。どうかお気をつけてですじや。おう。あ、ほんとだ。ゴンドラ。なんかまたもやがかかってない。無事着いたか。なんか必要以上に早かったな。あのゴンドラ死ぬかと思ったぜ。このもやはまさかスチームウッドがまた暴走を。よいしょ。じいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、管理人。あれ、管理人。いないのか。じゃあ、裏から行かせてもらおうか。ちょっとお借りするね、近道。どうしたんだ。お主か、これを受け取ってくれ。武蔵はゼロ番ハンドルをゲット。なんだこりゃ。閉じ込めてやったよ、チームの中にな。閉じ込めたって一体誰よ。姫様じゃよ、役に行くのだ。姫様なんで姫様こんなところに。わしはただの案内してくれと頼まれたから続きてたまでじゃ。そしたらチームとの扉を開けた途端にわしの頭をガツンと。だからにとって出られんように。扉のハンドルをもぎ取って閉じ込めてやったんじゃ。そしたらやつめ子供らにすべてを暴走させてやったんじゃ。そうか、わかった。おいら中に入ってみるぜ。このまま暴走させておくわけにもいかねえしな。ちょっと待って、またすんの。しやる気満々なんじゃが、こう一つお買い物に花を持たせてやるとするぜ。マジか、またあれやんの。うっそー、やだー、やだー。でよし、さっきもらったこのハンドルで。やだー、やだー。覚え、どうやってやる？どうやって開けるんだっけ？穴に割れちゃうけど。はい。やだなー、怖いなー。セーブしとけばよかった。どうですか？ここは四角か。怖い、やだよー。はい、行きまーす。頑張りまーす。セーブしてくればよかったー。もうこれするんだ。お、いるじゃん。これでリカーバレルにもビーチョタイトが補給できるってね。ちょっとスチームウッドの調子がおかしくなっちゃったみたいだけど、大丈夫よね、こんくらい。さてと、帰ってウォッカ様に報告しなくっちゃ。他の2人には悪いけど、これで値の評価もぐーんとアップすること間違いなしってね。わっ、武蔵くん、どうしたの、こんなとこで。姫こそこんな危ねえとこで何やってたんだい。それに前からこんな尻尾生やしてたっけ。わっ、ダメ、そこはダメよ。誰だ貴様、いつから姫に化けてた。ウォッカがどうとか言ってたとこ見ると、あのバカ盗賊2人の仲間か。バカ盗賊とは何さ。ふん、バレてしまっては仕方ないね。あんたの言う通り、あたいはリーダーズフォースの一員だわよ。あたいの名はトコ。その様子だとエドとベイにはもうあったようだね。今は訳あって手は出せないけど、今度あったらギャフンと言わせてやるから。待ち上がれ。畜生、前のお二人と同じようなセリフを残していきやがって。おいら死んでもギャフンなんて言わねえぜ。なんか忘れていったみたいだ。お金だ。きっと店の売上金だぜ。ドジやな。これでみんな助かるな。おっと、その前にチームウッドの暴走を食い止めないとな。やだなあ、やだなあ。もうこれ俺何回もやばかったもんなあ。相手いけんのかい。おっしゃ、いけた。これで全部だな。でも今回は結構早かったぞ。いやー、もうね、皆さんにはカットしてお見せしてますけども、私結構時間かかってます。もうさ、これさ、誰もいじれないようにしようぜ。ハンドル全部取ってさ。もう二度とやりたくない。もう二度とやだ。勘弁してほしいよ、ほんと。ほんとにもう。はい、このお金も渡すよ。お疲れさ。いや、さすがだったの。二度も暴走を食い止めるとは。もう何度も暴走しても安心ってもんじゃ。ああ、じゃねえよ。ところで、サンジャまで来ては何かあったのか。いやー、フォレスさんが姫様を偽物だというもんでな。なんで武蔵君がスチーム洞に入った後、中から見知らぬ女が出てきたとかで。そうなんじゃ、あれが正体に違いないわけなんじゃ。もし間違ったとかの。いや、あんたの言う通りだ。偽物だったんだよ。やはりそうだったのかね。いや、村のみんなにはすでに報告し、ミサマの疑いは、晴らしておいたからだので、ね、一応確認しておかないとね。あ、そうだ、村長、これを。なんだね、これは。偽物取り返したんだ。店の売上金だと思う。確かに引き受けたよ。いつもすまないね、武蔵君。気にすんなって、お互い様さ。そういうことじゃよ、村長。わしも気にしとらん。お前関係ねえだろ。気になるこの国を、いや、世界を救えると信じてるよ。いやー、よかったー。ねえ。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。それじゃまたね。